イカンチャンネルです。今日はですね、ブルックリンに来てます。ブルワリーでビールを飲みまくりたいと思います。実はブルックリンですね、昔からこのブルワリーがたくさんあって、ビールの一大産地なんですね。つまりは最高なわけよ、ブルックリン。ブルワリーを調べたらめちゃくちゃたくさん出てくるんですけれども、今日はちょっとめるって気になるところに入っていきたいと思います。行ってみよう。味がすごいすっきりしてます、ね、これはウォーキングロース。あ、さっきよりちょっと苦味がありますね。ビターな感じでもね、すごい最後もスーって消えていく感じです。おいしい。次はフィルスナーです。フィルスナー、乾杯。あ、これ柑橘系だ。すっごいね、すっきりですね。飲みやすい。ウルフインガーデン。なんかね、色がジュースみたいな感じだね。ジューシー。これは食べのエール。おー、一番クラフトビールって感じです。私多分酒の中でビールが一番好きで、もう軽めのからクラフトビール重めまでオールジャンルいけるね。ずっとビールでもいけます。食べ物持ち込み OK なんですね。なのでビールに合う持ってきました。ポテチね、王道だよね。何個も美味しいんだろうね、本当に。しょっぱいのとさ、ビールエンドレスだよ。どれにしようかな。最高。最高。なんか伝わります。もう最高のね、ビール日和なのよ。もうなんか。運動会日和でもあるね。最高だった。最高。ちょっとね、めっちゃにぎわってるところ見つけたんで、一軒目行ってみたいと思います。最高。
ではですね、2軒目でございます。さっき頼んだのはですね、ヒルスナですね。乾杯。すごいね、まろやかで後味すっきりな感じで最高です。だんだんちょ日が暮れてきて風もいい感じで吹いて、このアメリカでね飲んでるっていうのがまたねいいんですよね。あー美味しかった。3軒目、次行ってみよう。このブルワリーの選手でですね、たくさんビールを飲み比べさせてもらいました。特にね、通い詰めちゃうね、これはね、本当に。まあでもこんな贅沢はね、いつもしてないですよ、いつもしてないんですけど、今日だけですよ、今日だけ。これで皆さん、動画を見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しでも面白いなと思った方は登録&いいねをお願いします。では今日はこの辺でバイバーイ。最高だな、ブルックリンだからね、ニューヨークのブルックリンってとこがある。ちょっと待った。